写りの仕方、ライティング、料理を美味しそうに撮る方法であったりとか、参考になればと、思いまして動画の方撮っていこうかなと思います。はいどうもこんにちは、今日なんですけどもすごい久しぶりな YouTube な気がします。今日はお仕事で千葉の方に、お料理の撮影とあとは新店舗らしいのでその店内の撮影を込みでちょっと行ってくるんですけど、ちょうどいい機会だということで、物撮りの仕方、ライティングであったりとか料理を美味しそうに撮る方法であったりとかあとは機材ですかね、どういう風な機材を使ってるかとかどういう設定であってるとか僕特に隠してるつもりもなく結構オープンにいろいろ話し合うんで、なんか参考になればと、思いまして動画の方撮っていこうかなと思います。うちの後輩のスタッフたちも、撮影できるようになってくれた方が僕も助かるので、参考程度になればと思います。僕自身一応プロサポートは受けてる身なんですけど僕より上手いカメラマンの方だったりとか僕よりも綺麗な写真撮る人だって奥といるので、参考程度になればと思います。ごめんなさいマスクです。今日はコロナウイルス怖いっていうのとあらねここ赤いじゃん。あの鼻毛ワックスってあるじゃん、あれをねめちゃくちゃ厚くして入れちゃったのよ鼻に。鼻毛抜きてえなと思って知ったらさ、暑いけど取れなくてネバネバしてるからなんかさ、冷めるのをさもう涙を流しながら待つわけよ。やけどしてる中でブシッて抜いたらもう皮膚まで取れるし最悪。何の話してんだって話なんですけど、ちょっとごめんなさいマスクで、そんな感じで、今から千葉の方に1時間くらいかけて行って、僕の友人であったりとか前の仕事仲間だったりとかもするんですけど、その方が、新店舗オープンするってところで撮影を僕に依頼してくれたんでちょうどいいやと思って、行ってきますってな感じでまた後ほど。 到着しました。ちょっと暗くなってきちゃった。 A few minutes later.
こんな感じで。よし。補正して、あとは上げますので、ね、はい、お疲れ様でした。ちょっと車で暗いんですけど、まあ料理撮影とか終わりました。じゃああんま撮ってなかったんですけど、あの後に店内撮影っていうのもやって、今回三脚をほぼほぼ使わずに ISO ちょっと高めで撮ったんですけど、まあライトルームで補正かけて綺麗には仕上げるのですが、まあ、いろんな撮り方してます。お店に合わせたりとか、まあ、雰囲気に合わせてで結構使い分けたりとかするんですけど、そうですね。あとは料理撮影に関しては今回はだいたい、そうですね、ライティングで言うと横からの光、で撮りました。だいたい半逆光か横からの光っていうところで、使い分けたりとか、光の強さ、シャドウだったりとかレフ板使ってちょっと調整はするんですけど、まあまあ今日の感じはあんな感じでした。まあちょっと暗くて分かりづらかったっていうのもあると思うんですけど、横からのライティングで、ディフューザーはなるべく料理に近づけて、柔らかい光にしてあげつつ、レフ板で反対のシャドウ側の光の調節は行います。で、大体設定で言うと100、シャッタースピードは1分の1、フッチは 7.1 から9あたり、ですかね、あんまり開放では撮らないですかね。まあ、開放で撮るときもあります。カフェっぽい感じでちょっと後ろぼんやりさせるときは使うんですけど、基本的にはあんま使わないです、僕は。で、あと、なんだ、ISO か。ISO感度はだいたい50から100くらい。まあ低くて、後でいじる方が楽なんで、僕は。癖的にもそういう風な撮り方はしてます。今、α7R4 なんで、ISO マックス50まで下げれるんで、で前使ってたキャノンのカメラとかだと、ISO はだいたい100かな。ちょっと白飛びしがちなんですけど、まあそこら辺は、ライティングの距離で、結構調整してましたね。ライト、ストロボの距離近すぎると結構パキパキした光になっちゃったりとか、白飛びしやすいんで、まあちょっと離せば離す分だけ暗くなるっていうのは当たり前だと思うんですけど、離して、まあディフューザーは必ず近くですね。ディフューザーを離しちゃうとあんまり意味がないので、ディフューザーのなんか役割としては光を柔らかくする、柔らかい光にするっていうところが僕の中での役割で一番大事なディフューザーの使い方なので、まあ、それぐらいですかね。あとコースの撮影、コースというか集合、料理集合の時は、まあメインだけフォーカス当てたいんだったら 7.1 とか6.3 くらいで調節しますけど、だいたい9とか使いますし、俯瞰の撮影だとまたちょっと違ったりとか、あとレンズは、90mm マクロを使ったんですけど、
集合の写真の時とか2470とかで、で50ミリくらいにしてたのかな。あと俯瞰もだいたい50ミリですね、に変えて、撮りました。ね、FC の設定はそのままですね、あんまり変えずにっていう形で俯瞰はやってましたね。まあそんな感じです。ちょっとまあ参考になるかわかんないんですけど、ちょっと店内ごめんね、なんか、撮影現場が結構ライトが茶色かったりとか、茶色かったオレンジっぽかったりとかしたんで、もうライト全部消してもらったんですよ。あとちょっとシックな写真を撮りたいっていう形だったんで、他の光全部いらないなと思って全部消しちゃったんで、真っ暗の中で撮影してたんで、分かりづらかったと思うんですけど、異常な感じです。ちょっと分かりづらいんでまた今度やりますごめんなさいかな。まあこんな感じで参考になればと思います。もし参考になったと思いましたら高評価であったりとかチャンネル登録、お願いします。もうちょっとで100人なんだよねかな。そんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。じゃあねー。